どうも、こんばんは、大西雄二郎です。はい、今日はですね、上のお姉ちゃん、グンテさんをね、迎えに来ております。もうね、ここのとこずーっと送り迎えっていう仕事はね、奥さんのジュリー木曽川さんがね、やってくれてるんで、僕が迎えに来ることってもうほぼないんですけどもね、今日はね、ちょっとたまに迎えに来たんですね。珍しく。で、まあこの車自身が、奥さんがいつも使ってるね、ジュリーさんが乗ってる車なので、軍手が乗ってくるまでは僕がいるってわからないと思うんですよね。で、乗ってきた瞬間に久しぶりに迎えに来た父親に、思春期の娘はどんな反応するのか、検証してみたいと思いますね。まあ、なんで来たのみたいな、ブチ切れなのか、あ、出てきた。もしくは、あれですね、何みたいな、ガチ切れ、何カメラ回してんのみたいな、ガチ切れなのか。もしくは、あら、お父さん、どうしたのみたいな、可愛い反応なのか。もしくは、塩反応ですね。一番ありがちなのが塩反応。ただいまーって乗ってきて、あ、おかえり、お姉ちゃん。お父さん迎えに来たの、びっくりしたでしょって言ったら、あ、別に、みたいな、塩反応なのか。これが一番ありそうですけどね。そろそろ出てくる感じの、ちょっとなるべく僕がいるっていうのを見つかんないように、どうしようか、ちょっと助手席にちょっとしゃがんでようか、来ちゃうかな、ちょっとこっちで隠れてる、助手席に隠れてますよ。来たかな、怖い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 、来るかな、怖い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 、切れられたらどうしよう、切れられる可能性が高い、怖いよ。こういう感じで隠れてますんでね、こういう感じで、来た、おかえり。何してんの？バレた？いや、だってもそもそ動いた。動いたらバレた？何がいるのかと思って。お疲れ様。気持ち悪い。撮ってるし。違うの。突然来たらどんな反応するか検証してみたんですよ。いや、動いてたからさ。で、ゴンチかお父さんの二択じゃん。うん、でもゴンチは絶対この時間に家から出たくないって言うと思うし、帰ってくるとしたらお父さんしかいないし、うん、だと思ってお父さんだなと思って入ったら、なんだよ。外からもう分かってたの。いや、私いつもさ助手席に乗りたいんだよ。うん、あ、そういうことなの？え、ここにいたの？うん、助手席見たら、あれ？なんか動いてるな。なんだ。何やってんのってブチギレするか、ちょ、何？なんでカメラ回してんのってガチギレするか、うん、ただいま、おかえりって言ったら、もう、で、使用反応か、もしくは、俺って可愛い反応するか。しねえわ。するか。どれでもなかったです。最初からバレバレだったという、だって動いてたんだ。なんだ。はい、ということで、検証結果どれも正解ならず、意味わかんないし、ね、こっちは塾で疲れてんだよ、無事でよ、帰りましょう、久しぶりだね。私は別にいいんだけど、え、もう一日ぐらいいてもないじゃん、寂しかったでしょ。むしろ楽。むしろ楽。これでいけるのかしら、こっち。怖い。お疲れ、お疲れ。お母さんと楽しく話して帰ろうと思う。ああ。私と楽しく話して帰ればいいじゃないか。たまには。
鬼クレーだ。すげえ。劇的な辛さに挑戦したい方におすすめする辛味噌ラーメン専門店。もうちょっと痛い。でも、もう病院からってわかるじゃん。今日は休めて1だわ。今日は休館日で01。よし。あ、これ食べよう。一回これ食べよう。え、どう？じゃあこれ食べた後に食べるから美味しいじゃん。もっと。ちょっと待って、一回食べて。普通にベロが普通の状態になって。じゃあ一つだけ食べて、あとその後に誰どうなるかね。そう。検証。これはマジでうまい。うわ、本当だ、乱切り麺だ。全部これ食べていいよ。あ、どうぞ。お土産が見たい。マジでこれ食べていいよ。いいよ。よくねえけど別に。親のフラッキー。うん。好きそうなカルパスあるよ。カルパス。カルパス。バヒュコル。これ辛すぎる。やばい。怖いよ。やられちゃう。はあ。いいか。あ、うちはそういうことできないから。カルパスだったそれは。あっ、お父さんがそんなやつやってからお母さんお腹が悪い。いやもうさ、これ色がやばいでしょ。美味しく食べられるよ、ギリ。なんだっけ。いやいや、ちょっと思ってたよりベロ舐めする。喉痛い人が飲むんじゃないだろう。辛いけど、なんだろう。辛い辛い辛い。早い。ピリピリしてるよ。あのね、後からあれ、これ出ない。ない。揚げ棒買ってきたのが失敗だったし、うん、ごめんごめん、忘れた。いただきます。困る。一口一口。大丈夫です。一口。どういう味？これ名産品だから。何？大丈夫だ。ああなんか発作を抑えても、うん、塗ったね。どうした？泣かせないでよ。ブロロン顔がうるさい。全部好きみたいに言うな。全部うるさいで。やばいよ。うわーい。酒みたいに飲むな。うわーい。酒か。お茶お茶。今の新潟で何飲む酒？ああ、ウイスキーだね。水割りだね。何それ？
何杯目ぐらいそれ？もう3軒目ぐらいの。ああ。バーだね。スナックだ。二日酔い行く勢いで。酒の味も分かんなくなってこれ、うん。久々に家でご飯を食べた。やっぱ家のご飯はいいね。もう一度通り行ってもよかった。なんてことはなかったね。世紀末も来なかった。なんか地球は滅亡するとか言ってたじゃん。やだ。本当にやだ。なんだよな。父さん、本当顔が薄かったら何もいいことないよ。でもちょっと薄い顔のが好きなのか。ちょっと薄い顔のが好き。だってそんな濃いのね。どうやらね、濃いのはダメみたい。おいとかにはまずいよな。下げるのが早すぎるって言われそう。顔がうるさいのは嫌だよね、うん、うるさいな。何も言ってねえな。